CGS をご覧の皆様、こんにちは、神谷総平です。本日も日本再生スイッチ3人のゲストをお迎えしてお送りしていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。もうあの3人だったので名前が紹介されました。はい、あのなんかですね、先週まであの3人でやったんですけど、はい、今週からちょっとふらりとなんか1人増えたんで、いやなんか唐突にさっきメッセージが来てちょっと早く来れないかっていうか、はい、30分早く来て、はい、ここに来た途端にここ座れって、はい、それでいきなり収録ですから、はい、まあね、現場力のある和也君なんで、はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、前回までですね、あの沖縄問題やってまして、今日もそれ引き続きやっていきたいんですけど、まあ、沖縄の現状をね、家族もたまに自分の番組でやってますけども、はい、まあ、今日沖縄にお住まいのエルドジさん来られてるんで、まあ、いろいろひどい現状がありますっていうことを、まあ、なかなかあの知らないんですよね。例えばこの本に書かれてるのは、あの活動家がね、いろんなところ不法占拠してるとか、あと選挙がね結構無法になってるとか、これは我々もね一緒にやっていましたけども、あとね、なんか中国の流中が立ったりですね、してたりもしますよね、というようなことで。でもそんな中でエルドリッチさんが沖縄でなんかこれひどいよなって思われたのは何なんですか。今挙げたものの中でもいいんですけど。ですね、たくさんあるんですけど、はい、あの15分で多分全部しゃべれないんですけど、はい、でもやっぱりあのメディア、はい、メディアの無責任さが一つ、はい、であとその、まあ、さっき触れていたんですけども、その選挙になると、はい、もう本当にあの無法秩序的な状態で、はい、あのうん、これがあの同じ国なのかという、まあ、疑問を持つ際、はい、あるんですけれども、はい、でもやっぱり一番ひどいのはその、まあ、原点になっているのはやっぱりメディアというふうに思ってます。はい、うん、ケントさんともね、もうメディアひどいよねっていう話をしてたんですけど、うん、沖縄のメディアはまだ特殊なんですよね。沖縄の西がね、あのもうひどいです。はい、本当にあの彼について書いた嘘はね、もう許せませんよそれ。うん、うん、あのまあ、あのご存知の通りね、エルドリッジさんはその辺野古の不法侵入に、を記録してるあの、何ですか、あの映像が、ね、ビデオが映像がね、うん、あったんですけども、それを、まあ、公開したわけですよ。でその公開する日まではね、公開する前の日までは情報公開しろ情報公開しろ、する情報公開したじゃないですか。そしたらね、誰がリークしたんだと、誰が不正に流出したとかね、はい、で名指しで彼が悪者にして、まあおかげさまで、職業はあの自由になりましたね。自由になりました。はい、はい、で、あとあのメディアだけではなく、やっぱり教育界もひどいです。はい、あ、ひどいね。それがやっぱりあの非常に心配するのは、うん、この次の世代の、はい、まあ教育に関わっている先生たちも、はい、うん、やっぱりその運動、はい、運動家そのものになっている、うん、結構その沖縄で教員をやっていて、でその後退職した後に活動家になってるっていうパターンありますよね。まあ途中からもそうですけど。はい、そう、退職しなくてもね、はい、専業活動家になってる。専業活動家に、このある市議会議員が言ってましたけども、自分の娘が1年生になった時に、あの音楽の教科書の効果のところ、ああ国家のところにね、効果が貼られていたという、うん、それでそれを問題にして、はい、まあ、議員ですからね、うん、教育委員会などで問題にしたでしょう。それで2年生の時にはそういうことはなかったと、うん、国家はちゃんと残っていた。でもね、あの話によれば復帰返還、の瞬間からそういう感じだったみたいですね、うん、もう反米反日、はい、なんで返還してほしいんだと言ったんでしょうね、それだったら。はい、まあ、うん、分かんないね、それ。うん、なんで、まあ、やっぱりあの日教組とかその組合の影響が大きかったと思う。はい、うん、結局、沖縄は日本の組合とかの重点活動地域に指定されてるんですよ、恐らく。だから、うん、みんな沖縄行ってやるみたいな。うん、だからここにも書いてありましたけど、はい、沖縄でその数を潰すと、どっか他の地域にまた重点地域を定めていくんじゃないかって書いてあったら面白かったですけど、うん、はい、いや多分沖縄潰れたら北海道行きます。あ、そうでしょうね。絶対来ると思う。そうですね。間違いなく来ると思う。端っこ狙いやすいんですよ、ね、端っこからやっぱりこう攻めていきます、ね、うん、やっぱりこう中央が一番遠いこう端から攻めていくっていうのが彼らの定石なんじゃないですか。うん、なるほどね。はいはい。
なるほど。まあ他にもですね、まあそういった形で教育メディアで県民の意識をコントロールすることができれば、当然それは選挙にも影響してくるわけで、はい、この本にもですね、やっぱり今の沖縄現状を作ったのは沖縄の政治家悪いよと、特に保守を標榜する自民党の政治家には責任があるんだというのを二人のコメント書かれてて、はい、まあ、私も沖縄の政治自民党の政治家仲間が多いので、はい、ちょっと耳が痛い話なんですけど、はいはい、いや下手くそですよ、はい、あのそういう戦い方ではうまくいきません、うん、ですが沖縄の自民党のやり方を考え直せなければならないですよね、はい、うん、まあ、要するに何が問題だったかというと、その革新系と変わらない主張をずっと選挙でやってきたんです、はい、あの被害者ビジネスに加担してるわけですよ、うん、それやめた方がいいって、そこは利権があるんですよね、もうぶっちゃけて言えば、はい、うん、はい、まあ、利権もあるし、あと勇気がない、結局勇気がない、はい、うん、であのそれ一番やっぱり見えたのは2014年の知事選、はいはい、そしてその直後に行った衆議院選、はい、みんな負けたん、うん、いわゆる保守系、はい、でそれは保守的なことを言わなかったから負けたん、そうです、はい、というご分析なんですね、はい、で今回あの宜野湾の方で、はい、あのいわゆる保守系の現職の佐喜眞市長が非常に頑張っていた、はい、というふうに思うんで、あのその前の12月にその、まあ、そのいわゆる保守系の方々とあの懇談する機会があったので、はい、私は彼らに説教したんで、選挙が終わったらあのその説教ありがとうございますというメールが入って、あ、そう、はい、よかったよかった、あ、じゃあ、はい、あ、役に立ってますね素晴らしい、ゲアマンでは相当本気出してましたからね、うん、はい、はい、そうですね、あのでも小長さんは個別訪問してましたよね、してましたね、あれ行けなくないですか、いやもう個別訪問とかもう全てがもうアウトなものです、ただもう電柱にこうポスターくくりつけたりとか、はい、でも基本的にダメですし、街中にこう名前入りのこう上りが至る所に何十本もあるんですけど、はい、あれも NG ですし、はい、その県外では当然許されてないし、もうないようなものが沖縄では平然とあるので、それなんで取り締まらないんですか、わからないです、やっぱり警察はやっぱり問題がやっぱりあります、うん、沖縄県警には警察全く動かないですから、はい、いやそれで警視庁が言ってるんですよね、うんうん、いやだからもっとこれから沖縄の大きな知事選とかね、うん、国政選挙があるときにはもう日本全国からそれこそ向こうは連合の組合を送り込んでくるから、うん、我々はですね、うん、警察官を送り込んで公職選挙法に基づいた選挙やりましょうというワナーキャンペーンをですねするべきですよね、僕は思うんですけどね、警視庁が行ってから、警視庁の機動隊が行ってから沖縄の西が少し収まったんじゃないですか、あ、多少は、ではないんですね、ではないんだ、ただしそのあの沖縄タイムズの方がちょっと新報と距離を置いていこうとしてる気がする、例えばその宜野湾の市長選の時の、まあ、翌日あの琉球新報は、まあ、現職は再選したという見出しだったんですけども、うん、はい、沖縄タイムズはあの、ですね、圧勝という言葉を書いてた、はい、うん、でそれは、まあ、もう少しあの現実的というか現状を反映した見出しだったと思う、はい、僕が大好きだったのはオール沖縄届かず全然オールじゃないじゃん、オールじゃないじゃないですあれあれはあの西がそんな見出しを書くとは夢にも思いませんでした、ね、ただ現状あの西ってほぼ同じ論調ですから、ここでどっちか一つが反対側の論調になれば、それはそれでまた競争も生まれるでしょうし、まあ、沖縄の、うんうん、あの、うん、活発な、うん、まあ、健全な言論環境にもつながると思うので、うん、そうですね、はい、まあ、もっと消しかけた方がいいんじゃないかなと思いますけど、うん、まあ、あの新聞まで、ね、あのもっと本土の新聞が行って頑張ればいいのに、はい、うん、沖縄にお金を投資するのは、うん、なんですか、利益にならないと言ってますけどね、そういうもうちょっと挑戦してほしいですね、ね、いや本当はね、まあ、もう官房機密費とかあるならね、うん、そういう沖縄の補助金を減らしてそっちから出してね、うん、新聞社でも一つ作ってしまうぐらいの勢いがあってもいいと思うんですよね、うん、それはもちろん芸能の自由を担保してですけど、立ち上げ資金でいりますから、でね、なんで沖縄の人がその2種を買うかって聞いたんですよ、僕なんでこれ買うのって言ったら、うん、お悔やみ情報とか見たいもんですね、ローカルの情報が載ってるんですよね、はい、うん、ですので、その、 あの外からの新聞というよりやっぱり内部的に部、ね、うん、作った方がずっとあの、うん、まあ、存続の可能性があると
思ってます、うんうん、あの八重山新報だっけ、日報、あ、はい、日報だ、はい、あそこが頑張ってますよね。そうですね、はいはい、八重山日報も毎日読んでますけど、うん、はい、中新庄さん本とかも出されてね、はい、八重山今知名度も出てきたんで、はい、我々もね一緒に行った時とか和也君が行った時にいろいろ教えていただいたり、はい、インタビューをしてて、はい、もっとそういう声が地方に届けばいいのにっていう話をしてたら、うん、最近ね少しずつお名前出てきたんで、うん、いい傾向だなと思ってるんですけど、うんうん、そうですね、はい、うん、やっぱりね、アリの一穴じゃない、少しずつでもやっぱり誰かが穴を開けていかないと、うん、特にはお二人のね、こういった本がよりね、一層沖縄の本屋でベストセラーになってるっていうんですから、はいはい、これはこう大きな穴なのかなというふうに思うんですけども、はい、はい、また次回ですね、もうちょっと突っ込んだテーマで、はい、もうこれ何を聞かれるでしょう、聞かないでくれって言われるところで聞いてしまおうかなと思っているので覚悟します、はい、来週もぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます。